冷凍のむきエビバナメイを解凍します。解凍したエビに塩もみしていきます。結構多めに大さじ1ぐらい入れちゃって大丈夫です。でよく揉み込んで、このまま5分ぐらい置いて、その後流水で塩を洗い流します。そうするとすごくプリッとした仕上がりのエビになります。ニンニクはざっくりとしたみじん切りにします。潰した後に軽く刻むぐらいです。潰れたところでこれぐらいの粗い感じですね。塩もみして5分ぐらいしたら、あとは塩抜きをしていきます。軽く洗い流すぐらいで大丈夫です。これで水分が抜けて、触った感じもプリッとしてます。沸くまでは強火で、沸いたら弱火、その後は1分です。この辺りで弱火にします。